轻松。今井麻美のシンガーソングゲーマー。皆さんこんにちは、今井麻美の SSG、 今回で311回目でございます。なんとお早い方だとゴールデンなウィークに突入されていらっしゃるということで、もう2015年5月入っちゃいます。あ、もうすぐか、4月の終わりですかね、今ね、4月25日配信なので。ただそっか、ゴールデンウィークなんだ。でもなんか今年はピンとこないんだよな、ゴールデンウィーク。あ、毎年だった。そう、私たちゴールデンウィークあまり関係のないお仕事をしていて、まああのここね何年かは割とゴールデンウィークは、うん、あ、嘘や、私街遊び去年行ったのが初めてだったわ。ゴールデンウィーク街遊び行ってますけどって言おうとしたら全然行ってなかった。ゴールデンウィークの方は秋しか行ってないでした。でもなんかまあイベントがたくさんねあったりとかして、皆さんにお会いする機会もあったりとかすると、あ、平日なのにイベントがあるなーなんて思うと、あ、ゴールデンウィークだなんだなって思ったりもしますけど、ただ私あのね5月の16、17日にライブだったりイベントだったり大きなねあの自分の節目のイベントを控えているので、そういった意味でわりかしそのガツ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 イベント出まくってますっていうこともあまりなかったりもするので、まあここ数年はあまりピンとこない感じでお届けしておりますけれども、皆さんはきっとねサラリーマンの方や、まあ、学校関係者の方なんかはがっつりお休みだと思うので、ね、全然違う日常を感じていらっしゃるんじゃないかななんては思うんですけれども、ゴールデンウィークに逆に行楽地にはなかなか行けないよね。ネズミの国とかもしくはね温泉地とか、急激に値段が跳ね上がったりしますもんね。それこそ大好きな沖縄とか北海道とか飛行機で行こうと思っても飛行機代自体がもう全然違う値段になっちゃったりとかするからね。まああの LCC 合ってますがね、あの最近は成田に新しい空港が空港発着口ができたっていうの、第3ターミナルができたっていうのをニュースでやってて、ちょっとね乗ってみたいなというか行ってみたいななんて思ったりもしたので、そういう安いね航空券を使ってどこかに出かけるっていうのもいいなーなんて思うんですけれども、多分あのライブのリハでそれどころではないんじゃないかなと私は思っております。さあ、じゃあメール紹介していきましょう。こちらラジオネーム周海道さんです。いつもありがとう。今井さんこんばんは。こんばんは。プラスティックメモリーズ第2話、朝焼けのスターマイン流れましたね。ありがとうございます。ようやくです、アニメ自体が素敵なので気がつけばもうエンディングといった感じだったのですが、本当はすごくドキドキしながら待っていて、実際流れた時にはニヤリッとしました。爽やかと一言で言っていいのか分かりませんが、数ある今井さんの歌の声の中でもとびきりに澄んだ声がアニメの儚げで優しい雰囲気にとても合っていて、これからストーリーが進むたびに歌も表情を変えていくんだろうなと楽しみに思いながら聴いていました。エンディングテーマ今井麻美という文字が表示された時にはなんだか自分のことのように誇らしげに感じてしまいました。今井さん自身は久々のタイアップアニメどんな感じで見ましたかと。他にもラジオネーム会員番号1139番、エナドリ不足ちゃんです。ビンゴススタッフの皆さんこんにちは。こんにちは。第2話朝焼けのスターマイン流れましたね。爽やかに歌う歌のお姉さんという印象を受けました。でも作品を組んだ楽曲となるとフルで聴いたら涙がこぼれちゃうのかなとドキドキしていますと。きっと CD 発売日まであっという間でしょうが楽しみに待っていますねと。ありがとうございますね。本当にあのどこに行ってもプラメもすっごいいいですねっていういい評判しか聞かなくてですね、あのアニメの本編の方にはね私は関わっているわけではないにもかかわらずですね、なぜか誇らしげな気持ちに1話を見た時にすごくなりましたね。あの自分の歌は2話から使われていたので、あの、ね、ドキドキしながら1話を待っていたんですけれども、本当になんかあの、ね、先週もちょっと話したかもしれませんが、ここに至るまでね、スタッフさん本当に血と汗と涙と、うん、睡眠不足の戦いだったと思うので、そういう意味でこういういい評判をいただけるっていうのは制作冥利に尽きるんじゃないかななんて思いました。私の方もですね今回本当にあの歌い方をわりかしね実はあの今までとは全然違う出し方をしてたりとかっていうのにチャレンジしたりとかしてるんですよ。あのね聞いてる分にはなかなか
ょっとしたらね、分かりにくい部分も、私の声がちょっと割と特徴的だったりもするので、声聞いただけでなんとなく曖昧だなっていうのはあるとは思うんですけど、その歌唱の仕方なんかもすごく研究させていただいたので、そういう意味でも作品にね少しでも寄り添えたらいいなっていうのをね強く強く感じながらレコーディングさせていただきましたね。メロディーライン自体が儚くにもなるし、すごく明るく元気な感じにも実はなりうるっていう、変わった結構楽曲だったりもしてるので、捉え方次第で全然違う歌い方もできるなっていうのをね今回改めてすごく感じたんですよね。それこそ編曲一つとってももうね、泣きメロと言われているものだったりとかすると、もうそのメロディーを聞いただけで泣けてくるみたいなのがあったりするんですけど、まあ、例えば私の曲とかだったらほんの少しの幸せとか、もうメロを聞いただけで泣きメロみたいな空気感とかっていうのが実はあるんですけど、編曲次第でね、私は結構そういう編曲を変えてっていうのをチャレンジしてますけど、もう全然ね泣きメロをサンバみたいにしたら明るくなるのかなと思ったら、メロディー自体が明るくないとやっぱりちょっとどこか寂しげだったりとかっていう楽曲に仕上がるので、そういう意味では今回の楽曲は本当にどんな風にも料理ができるっていう意味では不思議な楽曲だったなっていう風に思います。逆に言い方を変えれば、作る側の方もですね、ほんのちょっとのイメージの差で全然違う楽曲にもなりうるということで、制作サイド、アニメを作ってくださっている監督だったりとかスタッフの皆さんのそのベストな位置というかを探っていただくのに、すごくやっぱり私たちも苦心したというか、で最終的には本当に喜んでいただけたというふうには聞いているので、ね、これからまだまだエンディング2話ではね、いわゆるエンディングのこうエンディングの絵と一緒に流れたのではなくて、本編の途中から流れたんですけれども、もうすでに3話とか地域によっては流れているので、ようやく普通のいわゆるエンディングが聞けると思いますが、もう使い方次第、入れ場所次第で全然雰囲気の、受け取り方の違う楽曲になったんじゃないかなと思っているので、ドラマチックな部分を感じていただければなというふうに思ってます。本当に嬉しいです。最後までねアニメ最後まで皆さん見続けていただいて、ちょっとなんかねもうすでに胸がキュンキュンとなるよう な内容がちょっと続いているのでね、今後も私の涙腺はもうこのまま崩壊してしまうんじゃないかって思ってしまうんですけれども、ね、伏線がたくさん張ってあるんだろうな林さんのことだからと思ってドキドキしてるんですが、そういうちょっとうがった見方をせずに素直にね物語を楽しんでいけたらいいななんていうふうに思ってます。本当に自分エンディング担当してますが、アニメが評判なっていうだけで自分のことのように本当に嬉しいですね。なので、最後まで一緒に見届けましょう。はい、というわけで皆さんたくさんのメールありがとうございます。お便りコーナーの方でもメール読んでいきたいと思います。それでは次のコーナー行ってみましょう。どうぞ。カルタイム。このコーナーはリスナーさんから出題される今井麻美に関するカルトな問題を今井麻美自身が答えていくというコーナーです。早速カルト M レベル1、ハンドルネーム国大さんからの問題です。明日使える豆知識を一つ教えてください。なるほど。天ぷらを揚げるときには食材を全部冷やす。そう、大事。カルト M レベル2、ハンドルネームデザイアさんからの問題です。勇者ミンゴスの最強武器は。鋼の剣です。大好き。もう、あ、嘘、覇者の剣だった。間違えた、悔しい。バギーとかが出るでしょ、あれ確かね。そう、あれが便利だったな。カルト M レベル3、ハンドルネームアドレナリンコさんからの問題です。白衣性ミンゴス依存症、一体どんな症状が出る。そうだな、普段は漫画描いてる人が一言だけ声優チャレンジしてくださいって言われて、キャー先輩かっこいいみたいなセリフを言わなきゃいけなかったりとかするときにですね、そこをミンゴスに置き換えてみようよって言ったらすごく上手になる。
ファミセン。このコーナーはファミ通 .com 編集部から派遣された謎の司令官ミオちゃんがおすすめするゲームを実際にプレイして紹介するコーナーです。前回はファミセンがお休みだったということで、まあミオちゃんがねちょっとねいろいろあったということで、すでに映像が公開されているかと思いますが、今回紹介するゲームはサイゲームスさんから配信中の iOS Android 用ソフトキルベジということでですね、どんなゲームかと申しますと、画面上部から迫り来る野菜型の敵を狙撃して破壊していくスナイピングアクションゲームということで、なんと農家の皆さんに反乱を起こした野菜たちが爆弾を手にこちらに迫ってまいります。その爆弾を敷地内に投げ込まれたらもう即敗北という結構シビアなゲームなんですが、まあ、照準をね動かしてですね彼らの爆弾を撃ち抜くということで撃退していくゲームでございます。本当にシンプルで操作性はすごく抜群でしたね。丸のところに指をピッて置くとピューンってこう大きく広がっていた緑色のビームがシューってどんどん細くなっていくんですよ。そうすると狙いやすくなる。ただシューンってなるまでに時間がかかったりとか、その狙いを定めるまでに時間かかってくるとどんどん野菜が手前に来てしまうので、なるべく素早く、これは間違った言い方ですが、割と適当でもなんとかなります。そう、なぜならば野菜たちがですね連鎖して倒れていくんですね。野菜くんたち同士がちょっと近づいていったりとか近い位置に多分あったりとかすると爆弾が多分連鎖反応を起こしてバーンってなるので、あもうダメだと思ったらとりあえず発射してみると意外とねうまくいったりとかするような気がしたんですが、ただやっぱりその適当だけだと最後までいかないっていうのが動画で私がやってしまったミスでございますね。多分これ ゲームの上手な人だったら多分序盤の方の、まだそれでも序盤の方の面だと思うので、ね、最初からプボってクリアできちゃうとは思うんですけど、まあ、そこが私のゲームの下手なところでございます。失敗しましたね。まあ、でも失敗してどうなったかを皆さんもご覧いただけたので、ぜひ農家側にですね、野菜くんたちが反乱を起こして、ね、こう爆弾を投げ込まないように、まあ、できれば反乱を起こさないようにね、野菜くんたちを美味しく食べてあげるのが本当は一番かと思いますが、反抗期っていうのは誰にもあることですから、きっと野菜たちにもあるんでしょう、間違いない。そう、そしてですね、銃弾をねこう私たちの方が撃とうとするのをねガードしてくる連中もいるんですよ。もうこれはね倒さなくていいんですけど、タケノコくん、こちらのタケノコの壁だったりとか、あと硬い装甲を持っているピーマンなどが登場してきて、ピーマンなんかはなんと2回も撃たなきゃいけなかったりとかするんですよ。しかも1回撃ったら的が小さくなるっていうね、もうちょっと小肉らしい。ピーマンなんてね嫌いな人も多いでしょう。本当は私ピーマンの天ぷら大好きなんですけれども、一緒に天ぷらを作った YH さんがですね、ピーマンが嫌いなものですから食材を彼女に買ってきてもらったんですね。私の家でやったので、来る途中にじゃあ何か天ぷらにしたい食材買ってきてって言ったらですね、ピーマンは見事に、ピーマンと椎茸は入ってなかったですね、ピーマン食べたくなっちゃいましたけどね。そんなピーマンさんだったりとか、子に暮らしいって嫌いな人だったり余計思っちゃったりするかもしれないので、逆にこうパーンって砕け散った時は爽快かもしれないですね。ちなみに戦闘を重ねるとリットル、まあ、1リットル2リットルとかいうのリットルと同じなんですけど、リットルというポイントがたまります。そうするとリットルを使って、まあ、装備を強化したりとか支援してくれる村人を配置したりできるそうです。おそらくですが、そこまで私はたどり着いていなかったのでわからないのですが、多分番組の冒頭に私がこう匂わせた、ヒゲのおじさんたち、お菓子が好きそうなね、確かクワ持ってましたもんね、あちらのおじさんもね。そのおじさんたちが助けてくれるのかななんて思ったりしたので、ぜひリットルをたくさん集めておじさまたちにですね支援の方をお願いしてみてはいかがでしょうか。正直あれです、考え込まなくていいゲームなので、ちょっとの時間とか、ストレス解消なんかにはねもってこいなんじゃないかなって思いました。頭脳を使わなくていいっていうのは本当に素晴らしいなっていうふうに思いますね。はい、なのでぜひ皆さんもダウンロードしてみてください。基本無料ということでございます。今回ご紹介したゲームはサイゲームスさんから配信中の iOS Android 用ソフトキルベジご紹介しました。それではそろそろ来週の司令書を開封したいと思います。司令書、ミンゴさんこんにちは。こんにちは。次回がミンゴスナースが登場するんです。そのタイトルはミンゴスさんも出演している、おー来た、白衣性愛情依存症、言えた
スペシャルゲストとして、おー嬉しい、角間愛さんにも来ていただきますよ。それでは頑張ってね、謎の司令官みおちゃんよりといただきました。まあ、あのくまちゃんといえばね、初めてみおちゃんが現場にこう来てくれた時に、みおちゃんが男だったというのを知って驚いたっていうエピソードがありますけれども、はい、次回は驚くんでしょうか、みおちゃんにもう慣れたかなそれでは来週のゲームは薄意性愛情依存症に大決定。以上ファミセンのコーナーでした。言えるようになってる。ミンゴスだよ、お便りコーナー。このコーナーは皆さんのお便りをご紹介していくコーナーなんですが、先ほどのねカルト M のコーナーで食材を冷やすというふうに私お伝えしたかと思いますが、正式には小麦粉を氷水で溶くとサクサクに上がる、小麦粉、薄力粉、天ぷら粉、あとちょっとあの片栗粉なんかも混ぜるといいんですけどね。そう、知識だけはあるんですよ、上手に作れる。ただね、火加減かな一番難しかったの。まあ一人暮らしなものですから、基本はあのユミさん来てね2人分作ったんですけど、なので大きい鍋じゃないんですよね。ちっちゃい鍋を買って、あのこれいいなと思って前々から気になってたやつを買ったんです。下あの鍋が上下にカパッてかぶせられる形のもので、オイルポットと鍋がこうなんて砂時計みたいに入れ替わり立ち替わりっていう感じでくるくる回しながら使えるんですよ。なので油をねこすと、あのオイルポットでも良かったんですけど、なんかこうずっと置いといた方が楽かなみたいな、どうせね置いとくしと思って、でも蓋はないとホコリとか入ったら、ポットとかだと上の蓋から入っちゃったりするじゃないですか。それとなんかもうバッチリ気がして、結局新しい油使おうみたいな感じになって、だんだんやっぱりやらなくなっちゃうのかなって思ったから、こう完全に蓋ができる形で下で溜まってる油で揚げ物をしたら、今度は逆に上に蓋になってたやつにこして使うので、ずっと交互に使えるっていう優れものの鍋ということだったんですけれども、ね、思ったより大きさが小さかったので一気に揚げられないんですよね。なのでちょっとずつちょっとずつ揚げたんですけど、小さい分温度の管理が本当に難しくて家で、あの私が親がね普段料理してて、たまに私が手伝ったりとかなんだりした時にやるようなお鍋って、やっぱり天ぷら専用とか揚げ物専用の鍋で、その温度の行き渡り方がなんかこうちょうどいいみたいなやつを多分使ってたはずなんですよ。だからね、でそれなりの大きさもあって、一気にこうコロッケとかだと6個7個ぐらい一気に揚げられるみたいなやつ使ってたんで、その方がやっぱり温度管理がしやすいんだなって思って、難しいなって思いましたよね。ちょっと私 YH さんがどう思ったかは私には分からないんですけど、あの朝翌朝起きた時にですね、体中がなんか油っぽくてちょっと気持ち悪かったですYH さん大丈夫だったかな、やっぱ油切りがちょっと足りなかったかななんて思ったりしてね。でも優しいからね、美味しいですって前半は食べてくれててね、後半はちょっとなんかもう最終的には全部揚げる気力がなくなったんで、残った食材は別のものを作ったりもしましたけどまあもしそれが気になる方はぜひ YH さんにメールで聞いてみてください、何作ったんですかっつってね。はい、じゃあメール読みますね。ハンドルネームラセラさんです、ありがとう。あさみさんこんにちは。こんにちは、今年の兄様の個人名義でのご出演決定おめでとうございます。せっかくの大舞台絶対に行きたいです、ありがとう。さて4月を迎え、僕も社会人となり早々に研修の日々が始まりました。そして同期の LINE のグループに入れてもらったんです。そこで早速ミンゴススタンプを活用しています、ありがとう。 SSG のスタンプですね。先日同期で飲み会がありいろいろな話をしていると、あさみさんのことを知っている方が同期にいたんです。その話がになったのもミンゴススタンプがきっかけではありました。まさか同期であさみさんの話ができるとはあまり思っていなかったのでちょっと嬉しかったです。可愛くて使いやすいミンゴススタンプ、これからも活用させていただきますと。ありがとう、嬉しいね。そういう効果もあったんですね。なんか作ってた自分にはなんかこう友達同士で使えばなんて思ってたんですけども、なるほど、ある意味
うちの特にスタンプは汎用性が高いとご好評いただいていますので、そういう意味では普段から使っててもね、そんなに違和感がない中で使っていれば、あ、ひょっとしてあなた SSG 知ってますねみたいな感じになっていいですね。思わぬ効果でございますね。うん、嬉しい。ちなみにね、こう同期であさみさんのことを知ってる方がいるなんて話がありましたが、私も先日ありましたね。この間お休みが1日あって、で急遽お休みになってしまったもんだから、何をするかを決めていなかったから、家で午前中ゴロゴロしたりとか、お片付けしたりとか、本当に掃除したりとかしてたんですけど、でもなんかもったいないなと思ってネットでなんとなく検索してたら、マッサージを受けてみようかなと思って、いいないいなみたいな。で、初回新規様だと安くなったりするじゃないですか。行きつけのとこじゃなくて初めてのとこに行ってみようかな、本来だったらいくらいくらするけど半額以下の値段でできますみたいなやつがね、新規だとあるの で試しに行ってみようと思って、2時間後ぐらいの先の時間で予約をして行ったんですよ。そしたらすごい素敵なところで、設備とかもめちゃくちゃおしゃれで、お姉さんもめちゃくちゃ美人で、一人で経営なさってたんですけど、まあ美しいお姉さまみたいな感じで、なんかキャッキャキャッキャお話ししてたんですけども、じゃあいざじゃあ施術に入りましょうって言われた時に、お姉さんがすいません、ひょっとしたら誤解なさってるかもしれないんですけど、うちフェイシャルなんですけど大丈夫ですかって言われて、私ボディマッサージのオイルマッサージみたいなのつもりで行ってたから、あ、そうだったんですかと思って、今更でもいいですとは言えなかったから、まあでもこれも何かのご縁で、私の肌をきれいにしなさいっていう神様のおぼし召しかと思うので、フェイシャルはあんまやったことないんですけどやってみますって言ってやっていただくことになったんですけど、やっていただいてる間にお話たくさんするんですよね。ボディとかだったらもうリラックスしたいのであんまり喋らないんですけど、フェイシャル初めてだったんで、いろいろなんか話聞きながらやってたので、その中で職業の話になった時に、なんかお姉さんが結構割と突っ込んで聞いてくるんですよね、ああだこうだと。で、私普段だったら最後まで絶対逃げるんだけど、そのお姉さんがあまりにもなんか気があったっていうのもあって、つい自分の職業を言ってしまったんですよね。めったに言わないんですけど、実はちょっと喋る職業でして、広い意味で言うと声優みたいなって言ったんですよね。で、あ、うちのお客さんにもすごくそういうのが好きなお客さんいるんですよ、私は詳しくないんですけど、この間もうちの1階のその待合室みたいなところで、来た人にお茶をお出しするスペースみたいなのがあって、そちらで早く終わって次のお客様で時間があったからおしゃべりしてたんですけど、その時に踊ってくれたんですよ、その子がって。え、このダンス知らないのみたいな感じで踊ってくれたんですよ、ひょっとしたら私知ってるかもしれないってお姉さんが言うんですよね。だから絶対もう見るからに俗世間に染まってない感じのお姉さんだったので、お嬢様みたいな感じの方だったから、絶対アニメはあんまり詳しくないだろうけど、唯一そのお客さんが知ってるってことで知ってるんだろうなと思って、試しに聞いてみよう。でもひょっとしたらこのご時世だから、あのつくやつとか、まあ私は出てないですけど、らのつくアニメとか、わのつくアニメとか、もう一個あのつくとか、いろいろあるじゃないですか最近はね。その辺が言われるのかなと思ったら、え、タイトルとか覚えてますかって言ったら、その子がすっごい好きなの、ライブとかも行ってるらしいんですよ、歌プリって言われて、そう歌プリかーみたいななるほどねっつって、あ、その前の時間だったら私歌ってんだけどなみたいな東京系列だとね、プラメモの後が今歌プリやってるんで歌プリって言ってました、歌プリってどんなのなのかな、私わかんないんですけどって言ったら、あ、今人気ですもんねみたいな、もうこれ以上聞くなよみたいな。でもそれぐらい昔だったらなんかね、そういうのであまりタイトルまで言われることなんていう機会はなかったんですけど、やっぱ裾野が広がってるんだなと、まあ、ある意味歌プリの凄さを痛感せざるを得ない感じでしたね。はい、ただそこのお店男性も女性も来るらしいので、お客さんが女性だったか男性だったか聞くのはね忘れちゃったんですけどね、まあ、女性だとは思うんですけど、でも
歌って踊ったって言ってたから男性の可能性もなくはないのかな。ないか。ないな。ない。女の子だな。なるほど。だから、あ、一応お客さんきっと女の子だろうなと思ってたんで、あ、ひょっとしたらうちのお客さん知ってるかもしれないって言われたから、知らないと思いますっていう風にちょっと言っときました。恥ずかしかったですけど、でもそういう風にね、びっくりするようなこと言われることも増えたなぁなんて思いますよね。さあさあ、だいぶ話が脱線しましたが、続いてのメール、ハンドルネームアルゲンティウムさんです。ありがとう。バースデーライブのチケット当選しました。ありがとう。自分は神戸から一人での参加で、月曜日も学校ということで、ありがとう。遠いのに嬉しいよ。泣く泣く日曜日の反省会の参加は断念しましたが、その分土曜日はとても楽しみにしています。会場でお会いしましょう、さようなら、と。わあ、学生のうちにね、何百キロも離れたライブ会場に来ようって思ってくださるなんて本当に嬉しいですよね。大変だと思うのにね、行きも帰りもお金もかかるし、行ってからもなかなかね大変だと思うので、今回本当についさっきこのラジオを収録する前に、まあ、私はちょっと別の仕事に行っていたので参加できなかったんですけれども、今回、スタッフで入ってくださっているメンバーがですね、集まって、打ち合わせなんだりを白熱してされていて、そこである程度のこう形が見えてきたみたいな空気感で、やらねばならぬ何事もみたいな感じの空気で気を引き締めて、準備しますっていうことでお帰りになっていらっしゃってたんですけども、ね、特にその時のメンバーにカオルちゃん、ダンサーのカオルちゃんもいて、はあ、どうしましょう、今回今までとは違う自分役割なんで本当に気合い入れてやんないとまずいですよねっていう風にね言ってくれててですね、きっとダンスはある意味自分たちのフィールドだから、きっとそこまでね、まあ、うちは割とダンサーの皆様にもいろいろ無理を言っているので、いつもね本当ありがたいなと思ってやっていただいてるんですけれども、期間が短かったりとかね、急遽変更になることも多いのでね、そういう意味ではいつもご迷惑をかけてるんですが、いつもとはちょっと違う感じでっていう風にカールちゃんが言っていて、いつもよりもなんかちょっと緊張した面持ちだったのが印象的でした。はい、続いてハンドルネームスガピさんです。ミンゴさん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。気がつけばもう4月、もう終わりますもんね、4月も、すっかり春になったにもかかわらず、私の住んでいる福島ではまさかの雪が降りました。送ってくださったのが4月の、ね、初旬だったんですが、4月の初めで雪が降るなんて結構ないですよね。なんかまた言われちゃうんじゃない、松岡修造さんが東京にいなかったんじゃないか、東京日本にいなかったんじゃないか伝説ってありますよね。私の住んでいるところは福島でもあまり雪が降らない地域なので、友人一同驚愕でした。小さい頃は雪でテンションが上がっていましたが、大人になると雪は厄介なものだなと思ってしまいますね、かっこ笑い。びっくりしながらも通勤している最中にふと道端を見てみると桜が咲いていました。いつもなら見慣れない雪と桜の組み合わせに感激してしまいました。たまには季節外れの雪もいいものだなとしみじみ。雪と桜という組み合わせもなかなか幻想的でいいものですね、と。なるほど、確かになんか舞い散ってるこう雪が雪なのか桜なのかってちょっと考えるだけでも風情がありますよね。よくなんか昔の有名な絵柄で桜と紅葉が一緒にっていうのがね、有名な絵柄であったりとかすると思うんですけど、なんかそういうのもひょっとしたら普通に考えたら秋と春だから絶対に一緒に見ることはできないとは思うんですけれども、基本的にはだけど、ひょっとしたら何かのその気象状況の関係で紅葉したもみじと桜が見えた年があって、それが有名な柄になったっていう可能性なくないですよね。なんかそういう文献とか探してみたら面白いかもしれないですね。さあ、というわけでご紹介してまいりましたけれども、この後もですね、ミュージックパズルのコーナーでメール紹介していきたいと思います。というわけで以上、ミンゴスだよ、お便りコーナーでした。
このコーナーは今やさみの新曲をリスナーの皆さんとゲーム感覚で作り上げていくコーナーとなっています。今回のキーワードはハイデゾで映える曲。現在は歌詞のキーワードを募集しております。こういう単語を入れてほしい、こういう、一文を使ってほしい、こういうキーワードを送って見ましたなんていう感じからですね、皆さんのと一緒に楽曲作りができたらななんて思ってます。早速文蔵さんです。いつもありがとう。ミュージックパズルの新展開、ミンゴスの新曲に自分の考えた歌詞を使ってもらえるかもしれないということで、自分が考えたのはサイリウムの海または光の海です。ミンゴスがライブ中に見ている光景を歌にしてほしいなってずっと思っていました。あ、でもな、サイリウムは確かね、商標登録がされているはずなんだな。だからひょっとしたらいわゆる販売系の音楽だと使えないかもしれないですね。なんかいわゆる払ったりとかすれば使えるかもしれないけど、でもなんか光の海ってなったらみんながその時になったらこう綺麗にね、こうバーって海みたいに1列目と3列目と5列目奇数の列は青、偶数の列は白とかできたらかっこいいですよね。求めすぎ？どうもすいません。次、ハンドルネームこまこさんです。考えましたということで、いやー悩む、悩みすぎてなかなか出てこないまま数日が経ちました。自分の語彙のなさに落胆しつつ、今回は純粋にミンゴスに歌ってほしい言葉を書かせていただきたいと思います。ということで、いくつかある中で、私が気になったものをですねご紹介しようかなと思います。これいいな、大切な時間。なんかラジオってやっぱり皆さんの時間を私のこのラジオを聞くために割いて聞いてくださっているものだと思うので、ある意味ラジオってそういうものなのかなって思ったりもしますよね。大切つながりで大切な君へって、なんかシンプルな言葉ですけれどもね、本当にあの本当に大切な人ってそういうシンプルな方が伝わりやすいのかななんて思ったりもしますよね。まあ考えてみたものはありきたりな言葉が多いのですが、ミンゴスのファンになって感じた思いを言葉にしてみました。少しでもお役に立てたら嬉しいなと思いました。またキーワードが浮かびましたらメールします、ということで、ありがとうくまこちゃん。続きまして、ハンドルネームマスターさんです。ミンゴスさんの新曲の歌詞のキーワードとして生きた証というのを提案します。自分が生涯を終えた後も続いていく人類の歴史、未来にほんの少しでも意味のあるもの、価値のあるものを残すということ、それを成し遂げた人たちの成果に囲まれて幸せに暮らしながら、私はおこがましいとは思いつつも、自分もそのように自分が生きたことの意味を残せたらどんなに素晴らしいだろうとずっと夢見ています。そしてリトルレガシーの歌詞から、もしかしたらミンゴスさんもこのようなことを大切に意識してらっしゃるのかもしれないと都合よく想像してしまいました。この想像が先日の公開録音のお話を聞いて一層強まりました。その時のミンゴスさんのお話に確か出てきたものとして、私の曖昧な記憶に残っているのがこの生きた証という言葉です。それでミンゴスさんの歌に自分から押せるのはこれだと思い、ということで押していただきました。ありがとうマスターさん。確かに、だってねえ、つい先日あのすごい大ヒットドラマジンがですね、再放送をしばらくやっていて、まあ、しばらくなのか分かんないですけど、たまたまピッてつけたりやってて、まあ、ずっと見てたので、あの途中からでも、ああの時の話だななんて言ってすぐ入り込めちゃうので、ね、名作っていいなって思ったんですが、あの話ってすごいなって改めて思ったんですよね。あの、まあ、この現代に生きているお医者さんが過去にタイムスリップして、過去で本来助けるはずのない人たちを助けてしまった結果、未来が変わってしまうかもしれないというね、お医者さんの苦悩を描いた作品ですけれども、ただね、なんか最近すごく思ったのが、日本ってあのやっぱ文明開化じゃないですけれども、本当にあの明治維新を皮切りに、多分他の国ではありえないスピードで文化とかいろんなものが発展した国なんじゃないかなって思うんですよね。例えば文学一つとっても、これだけ日本語と西洋の言葉って全く違うし、それこそ当時だったら多分オランダ語とかが主流になってるのかな、英語とかじゃ多分ないと思うので、そういうのもね、何も知識がおそらくほとんどの人がない中で、誰かが独自に勉強して誰かが分かったから
その後話が通じるようになったわけじゃないですか。それって誰か本当の天才がいないと成し得ないことですよね。でなんか先日テレビでやっててへーって思ったのが、日本の英語教育が遅れてる理由って、そのいわゆる戦後とかにこうやっぱり教育機関がいろいろ発達していく中で、あの英語を本来だったらその英語だったりとかドイツ語だったりとかっていうその向こうの言葉で授業をするしないと、向こうの先進的なものを取り入れるっていうのが、まあいわゆる新しいものを取り入れるっていうのの最先端だったから、普通の国はその国の人を呼んでその国の人の言葉で授業をするんですって。だから授業が全部その国の言葉でやらなきゃいけないから、教えられる方もその国の言葉を覚えなければ絶対に授業にならないと。だからみんな必死で勉強したんですって。でも日本はその教えるべきものを日本語に翻訳できちゃったんですって。だから英語で教える必要がない、ドイツ語で勉強する必要がないっていうのの積み重ねで、どんどん英語教育っていうのが退化していったっていうふうに誠しやかに言っておりまして、なんとなく違うかもしれない、諸説あるかもしれないんですけど、なんか腑に落ちた点があって、ああなるほどと思って。でもそれって本当にすごいことだから、ジーンみたいにあのね、南方先生みたいな人がいたんじゃないかなって思っちゃったんですよね。だからこそ急激な発展をしたのかなって思うと、なかなかねその生きた証がどこに残るのかっていうのも難しいなと思ったんですが、そういうね昔の日本の、ね、偉人の方々が文明を支えてくださったからこそ今の日本があるということをね、また改めて感じてしまうような出来事だったな、とドラマだったなというふうに思いました。いい言葉ですね、はい、いや語っちゃいました。じゃ最後こちら、ハンドルネーム R3S3 さんからいただきました、ありがとう。単語こちらの言葉はどうでしょうか。志というひらがなで書いてありますね。今井さん、スタッフの皆さん、こんばんは。私は志という言葉をキーワードとして提案したいと思います。志には意志という言葉がにあるように、その人の心の持ち方、夢や目標を目指す気持ちという意味がパッと浮かぶと思いますが、相手を思いやる気持ち、誠意という意味もあります。また個語になると愛情という意味になるんです。この言葉一つで自分自身にとっての心の持ちよう、相手に対して心の持ち方を表すことができて、自分自身この志という言葉が好きで、何かをするときにはこの言葉を大事にしながら行動していますと。あー素敵、そうなんだ、いいですね。意思だけじゃないんだ、愛情、個語で愛情っていう意味があるっていうのはなんかちょっといいですよね、初めて知りました。へえ、やっぱ日本語っていいですね、素敵、うん、なんかこれは私もなんかピンときましたね。はい、というわけで R3S3 さんありがとう。はい、まだまだ募集しております。ぜひですね、あのまこういった感じで単語の方が歌詞作るときにひょっとしたら当て込みやすいかもしれないですね。いや俺は一文全部採用してほしいから寝るぜっていう方ももちろん募集しておりますし、そこから一部抜粋して使う方法なんかもありますので、あのあまり深く考えずに普段自分が使っている大好きな言葉をですね入れていただければいいと思います。まあ、例えばですけども、これは使えませんが、例えばですよ、本当に例えばですけれども、我が兄はですね口癖がありましてですね、子供の頃からずっと使っていてですね、あの知ってはいたのに全然ピンとこなくて、10年ぐらい前にふえ、ひょっとしてこれってずっとお兄ちゃんの口癖だと思ってたけど違うと思ったことがあったんです。兄ちゃんの口癖はやれやれだぜでした。まあこれ使えないですけどね、まあ権利があるかどうかは分かりませんが、はい、そんな感じで普段使ってる口癖なんかでもいいと思います。私は覚悟っていう言葉が大好きですね。あ、兄弟ですね、ありがとうございます。はい、というわけでキーワードを応募してくださる方は SSG のホームページに書いてあるアドレスから、題名にミュージックパズル、歌詞キーワードと書いて送ってきてください。たくさんの投稿をお待ちしております。以上ミュージックパズルのコーナーでした。
バースデーライブインフォメーション。このコーナーはまもなく開催される私のバースデーライブの内容を紹介する特別コーナーでございます。なぜ今回こういう特別コーナーを設けさせていただいたかと申しますと、今回のバースデーライブは2つに分かれています。当日、誕生日当日が5月16日バースデーライブ2015ワンダープレイスということでね、なんかちょっとかしこまった感じでしょ。で、5月17日、まあ、誕生日から1日経ってるんで30運歳と1日みたいな、もう今更隠してもしょうがないですけど、さ、そんなね、17日にバースデーイベント2015反省会かっこかりが取れたんですよ。反省会というのが行われるんですが、それぞれ実は内容が違ってるんです。ワンダープレイスというのはですね、今までだと、まあ、オープニングでうちのライブの流れだとイントロでね、バンドメンバーが出てきてイントロで曲を弾いて、で私が出てきて曲何か 2曲ぐらい歌ってオープニングトークして、でうまいことつないでお客さんいじりつつ次の曲行ってっていうのは、まあ、あの反復 しながらゴールに向かっていく。で最近はアンコールなしというね、こうルールがだんだん決まりつつあるみたいなところで、今皆さんの私のライブっていうのは想像いただけるかと思うんですが、ただあれかな、昔私がバースデーライブの時に曲と曲の間トークじゃなくて、なんかこう創作したオリジナルの曲とかでつないだみたいな部分があったりとかしたと思うんですけども、今回はなんとですね、こう歌はたくさん歌います。もう新曲から旧曲からいろんな曲を歌うんですが、今回そのピックアップした曲が実はとある物語に沿った内容にこう合っている曲をピックアップしてるんですよ。でもこれって私がたくさん曲を歌ってきたからできるのかななんて思ったりするので、そのねチョイスするのもすごく楽しかったりもしたんですけれども、そうなんです、今回はなんとライブの中でですね、一本の物語を描いていこうと。その中に今まで私が出した曲なんかがスポッ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 とハマっていってですね、物語の空気感を皆さんに味わっていただきながら進んでいくと。結果、そうですね、あのワンダープレイスは、フリートークがですね割と少なめな感じのライブになるっていうのを想像していただければいいかななんて思っております。というのも、普段だったら私がフィアッつって喋り倒しているところがですね、物語になっているので、それに合わせてダンサーさんだったりとか演出だったりとかでその物語を追っかけていく感じで皆さんに見ていただく。ただ歌はあの今までの皆さんがこう好きだって言ってくれた歌なんか、盛り上がる曲なんかは一緒に盛り上がっていただければいいかななんて思ったりもしてるんですけれども、そんな感じで一緒にライブを皆さんと作っていけたらいいななんて思っています。どうも私のボイスで声も流れる的なイメージだそうです。でそれを組み合わせた感じで、まあ一つのストーリーとして皆さんに楽しんでいただくというライブになっているので、いわゆるいつものライブとは本当に違うかなっていうのを堪能していただければと思います。まあ個人的にはね、自分のトークってあの映像化していただいた際には一切合切聞きませんので、私的にはそれ今までそんなに変わらないみたいなところがあったりするんですけど、中にはね私のトークが楽しみだなんて言ってくださる方もいらっしゃると思います。そんな方にご用意したのがこちらでございます。そう、5月17日バースデーイベント2015反省会、とことん反省していきたいと思います。なぜならば今回はだから結構きっちりいろいろ決めていかなきゃいけないこととかがあるはずなんですよ。今までみたいにね、あの出たとこ勝負とか私の感性だけでやりきりますみたいなところを、あの今まではそれでやってきたんですけれども、やっぱりこれからもっと自分が上を目指していくためには決まったこともきちんと消化してやっていけるだけのものを身につけていきたいなっていう思いも多少私もあったりするんですよ。そういうのを今回チャレンジさせていただく部分もあるので、結果反省する部分が多いと思うんです。なので今回は5月17日は私の中では反省会っていう風に位置づけております。スタッフは否定したいところがありますけれどもあると思いますけれどもね、そんな中で結構ねツイッターとかでもにわかにこうざわざわっとした部分があったと思うんですが、今回の物語をね書いてくださったのが我らがケドーイ先生、お忙しいのに今回本当に引き受けてくださったんですよ。
あの難しいお願いだったと思うんですよね。何か原作があるものを脚本化するわけでもなく、しかも私の持っている楽曲でどんな風に組み合わせるかっていうのも、もう本当に鶏が先か卵が先かじゃないんですけど、物語が先で曲が後からなのか、曲を決めてから、ね、物語を作るのかみたいなところもね、すごくどうするんだみたいなね、最初はわーってのもあったんですけども、本当に素敵な物語を書いてくださいました。でせっかく物語があるんだったら、なんかマスコットキャラクターみたいなの方もいた方がいいのかなみたいな話になりましてですね、今回 SSG にとてもゆかりのある漫画家の先生にそのキャラクターを書いていただきました。そう、ひじき先生です。アライブで連載が始まったばかりの本当にお忙しいであろうひじき先生にですね、マスコットキャラを描いていただきました。めっちゃ可愛いんですよ。なんかいくつか案みたいなのをいただいた時に、本当にどれも選べなくて、私の一存ではもう決められませんってお返しするっていうはい。他にもですね、今まで関わってくださってるダンサーさんの他にですね、なんと私の今池の人脈をすべて今回でおそらく消化してしまうのではないかと思ってしまうぐらいなんですが、今までカオルちゃんとかオリエちゃんとかっていうのは実は、本当に私の一般の会社に勤めている芸能関係とは全く無縁の兄の紹介なんですよ。でなんで兄がそういういわゆるダンサーさんだったり衣装さんだったりと顔見知りだったのかっていうと、実は大元の部分になってくるんですけれども、兄の大学時代の同級生でいらっしゃる方が、上京されて舞台とか演出とかをいろいろされていらっしゃいましてですね、あの私も以前一緒に舞台に立ったことがあるんですけれども、そこのつながりだったんですね。でいつかこう一緒に何かできることがあったらいいねなんて言ってたんですけど、そのお兄さんの、お兄さんって初めて呼んだ、兄の同級生の方が男性の方だったので、なかなかうちも男性のダンサーを入れることもなかったので、ご縁がなかなか作ることができなかったんですが、今回演出家としてお招きするという形になりましてですね、お兄さんの人脈すべて使わせていただきました。あ、他にも多分あるんですが、大きな人脈ということでですね、本当に、今池挙げてのライブになるのかななんて思っております。なので、新しい挑戦にはなるので、あの通常のねライブを想像されて来られた方はびっくりされる方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひ新しい挑戦を目の当たりにしていただければなと思っております。そしてその次の日の反省会、こちらが何をするかというと、先ほどもちょっと言いましたけれども、私の失敗談なんかをね話すか、もしくは私が一切反省しなかったと自慢する会になるのかは分かりませんが、まあちょっと自分の主観ではどこを反省していいか正直分からんというところもありましてですね、なんとそうなんです、突然ではありますけれども、ゲストの方がいらっしゃることになりました。パチ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 。そう、でもね、私に甘い方に来ていただいてもやっぱ反省につながらないのかなと思っていろいろ考えてみたんですよね。私に一番いい意味で厳しい方は誰だろうと、こう辛辣にいろいろなねダメなところをスパッと言ってくださる方は誰だろうといろいろ考えた時にですね、ふと一人の方にですね白羽の矢がパスッと刺さりました。刺さったのかな、うん、刺さりました。そう、我らが SSG の姉妹番組を担当していらっしゃる原由美さん。そう、由美ならばあさみさんダメですよっていつも私を叱ってくださるので、トークの方に参加していただくことになりました。なので由美さんとひたすらおしゃべりをする会になる可能性もありますが、反省会にならなかったねというような可能性もありますが、そこはご愛嬌。そう、なぜならばバースデーイベントだからやったもん勝ちさなのでね、そんな感じで遊びに来ていただければいいななんて思ってます。由美さんが出るならぜひ行きたいよっていう方は、まだ一般販売の方のチケットの方は、確保してございますので、そちらの方でご応募いただければ嬉しいななんて思っております。そのバースデーライブイベントのチケットは本日4月25日から一般販売が始まります。ぜひお友達にお誘い合わせの上遊びに来ていただきたいと思います。反省するようなことにならないように最大限の努力をしたいと
思います。私もねちょっと初めての試みなのでどうなるか分かりませんが頑張りたいと思います。というわけで以上バースデーライブインフォメーションでした。ピンポンパンポン、緊急速報です。すごいニュース舞い込んできました。いやもうほんとね、何か心の中でモヤモヤしていることがあるんだったら口に出した方がいいよっていうことを今回私ですねめちゃめちゃ体験しました。そうなんです、実は来る5月16日17日に行われます私のバースデーライブ、翌日は反省会と銘打ったイベントなんですが、こちらでですね私があの担当させていただいておりますチェインクロニクルというアプリゲームがあるんですが、これビータでもやってますけれども、こちらのゲームとですねなんとコラボすることになりました。ラッキー。いやこれねほんとすごいんですよ。あの多分チェンクロの文化放送さんでやっているラジオの方を聞いてくださってる方だったらえぇ、って思ってるいらっしゃる方いて、なんだ今井さんまたまた知ってたのに知らないふりしてって思われる方いるかもしれません。そうなんです、放送では私ですねすでに放送された部分ではあの5月の末にね内田彩ちゃんがあのライブをされるということで、五反田のユーポートでライブをされるというふうに私も聞いているんですが、そのライブで武器を配信するっていうのですね、なんと放送で私も知ったんです。こうインフォメーションの中に書いてあって、でそれを読んだ瞬間にですね私つい心の奥底からですね言葉が出てしまいました。いいなって、私1週間前にライブそれやるんですって言ったら、あのスタッフの皆さんがですね迅速に行動していただきましてですね、なんとコラボ私もさせていただけることになりました。あやちゃんありがとう、本当にありがとう。はい、というわけでですね、詳しい情報の方はですねまた、SSG またはファミツー .com さんもしくはチェインクロニクルの公式ホームページの方で発表があるかとは思いますが、私考案の今井あさみが考えた武器、こちらが会場にてCR コードを配布させていただくということなので、詳しくは、ファミツー .com さんそしてチェーンクロニクルさんのですね公式ホームページで、随時更新がなされるのではないでしょうか。ただあの私慌ててですねいくつもいくつも緑川先輩を見習ってですね武器案をお届けしました。一晩で考えました。でも一番私の中でこれが一押しだなと思ったものはですね、いやこれはちょっと難しいですねということで採用されなかったのは内心あの一番ずるい武器だったので悔しいと思ったんですが、その中でもこれだっていうのを皆さんに選んでいただきましたので、ぜひこちらをゲットしに来ていただきたいと思います。やったねというわけで緊急速報でした。ピンポンパンポン、今日もですね大好きなたこ焼きを収録前に食べました。私が死ぬ前に絶対に食べたいものの一つ、そう銀だこです。美味しいな。あのね作り終わった時にね店員さんが寄ってくれるね美味しくいただけますようにって、この魔法の言葉がたまらんとですよ。ひょっとしたらねレギュレーションになっちゃっててね、なんかこうなんていうの お店の人はねありがとうございましたの代わりに言ってるのかもしれないけど、やっぱねそれあの言葉だけでなんか美味しくなるようなやっぱ気がするんですよね。冷めても美味しい銀だこいいですね。今日はちなみにあのいつもからしマヨネーズなんですけど、今日は普通のとからしと二等使いにしてみました。はい、そんなこんなでたこ焼きの匂いが充満しているお部屋でお届けしました SSG なんですが、お知らせをしたいと思います。2015年6月3日に、15枚目のシングルが発売されます。タイトルは朝焼けのスターマイン、表題曲はテレビアニメプラスティックメモリーズのエンディング曲となっています。その他プレイステーションビータ用ソフト白衣性愛情依存症オープニングテーマサニープレイスとプレイステーションビータ用ソフト黒金怪奇譚千夜一夜オープニングテーマ黒金を収録しています。ご予約の方をお願いいたします。
そして2015年5月16日にバースデーライブ2015ワンダープレイス、そして5月17日にバースデーイベント2015反省会行います。チケットの詳しい状況は公式ホームページなどをご覧ください。番組では皆さんからのメールを募集しております。ふつおたぎておたなど各コーナー宛に送ってください。宛先は SSG のホームページに書いてあるアドレスから、題名に書くコーナータイトルを、本文にハンドルネームとお名前を書いて送ってきてください。次回の配信は2015年5月2日土曜日となっています。今度こそゴールデンウィーク真っ盛り5月2日なので、晴れるといいな今年のゴールデンウィーク。それではまた来週土曜日に一緒に SSG しちゃいましょう。お相手は今井あさみでした。バイバイ。たくさんのね緊急告知が入ってきているところではございますが、そうなんです、なんとここでチェンクロコラボの、情報に引き続き緊急の発表がございます。なんと16枚目のシングルの発売が決定しました。マジっすか。そうなんです。いや私もまだちょっとふわふわしてるんですが、ね、6月3日に朝焼けのスターマインが発売されるということを皆さんにお伝えしている中、なんと7月の22日に映画コープスパーティーの主題歌でバビロンビフォーザデイブレイクというかっこいいタイトルの曲がですね、シングルとして発売されることになりました。やったやった、これ嬉しい。いやほんとね早いですね。まあ確かに映画の公開が確か8月1日なので、それよりちょっと早くに発売されるということなのでね、そういった意味でもちょっと映画を事前に楽しんでいただければいいななんて思うんですけれども、しかもですよ、しかもなんとこのバビロンビフォーザデイブレイク、まだ内緒の話なんですが、私の今のこの肉体的時間感覚でいくとまだ収録をしておりません。がしかし、なんと5月16日のバースデーライブ2015ワンダープレイスの中で使われることが決定しました。嘘またあれですかね、発売前に聞けちゃう的な感じですかね。わお。ちょっと17日の反省会に関しては保証いたしかねますので、反省が長く長引いた場合にはトークばっかりって可能性もゼロではございませんので、バンドメンバー控えてるんですけどなのでちょっと保証はいたしかねますが、少なくとも16日には必ず歌わせていただきたいと思っておりますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。そっか、脚本がケドウィンだからよりね、なんだろう、特別感を持って皆さんも聞いていただけるかもしれないですね。はい、ちなみにこのシングルの中にはですね、バビロンビフォーザデイブレイクのほか、任天堂 3DS 用ソフト、コープスパーティー、ブラッドカバー、リピテッドフィア、オープニングテーマ、シャングリラ2015バージョン、こちらはなんとすでに収録しております。など3曲入っていて、あとオフボーカル版が収録されたものになっているそうです。こちらは DVD 付き版と通常版があり、予約特典の B2 ポスターなんかもありますので、早めのご予約をお願いいたします。詳しくはファミ通 .com、 SSG のツイッターなどをご覧いただくといち早く情報を仕入れることができるかと思います。いやー本当嬉しい話が続きますね。チェンクルのコラボの方も本当に順調に、いろいろ決まってきておりますので、ぜひライブにいらっしゃる方は、まだ始めていらっしゃらない方はこれを機にゲームも始めていただきたいと思っております。ニヤニヤというわけで、以上緊急告知でした。